メルセデス F1W03、メルセデス F1W03、メルセデス F1W03 は、メルセデス AMG が2012年の F1、世界選手権3専用に開発した、フォーミューラ1カー。テクニカルディレクターのボブベルラが開発を担当した。F1W03 は、メルセデスワークスが復活してから3作目のマシンとなる。 チームはファクトリーでの準備期間を伸ばすため、オフシーズン3回に限られる合同テストのうち、最初のヘレステストでの使用を見合わせ、2回目のバルセロナテストからトラックデビューさせた。フロントウィングには2010年限りで禁止された F ダクトの応用版を組み込み、ドラッグを減らして直線スピードを上げているとみられる2011年シーズンからこの装置をテストしていた。 情報開示がないため詳細は不明だが、専門家により、様々な推測がなされている。一つは、ノーズ先端の吸気口から取り入れた空気が3、系統に分岐し、フロントウィングのステイ内部を通って、ウィング裏側のスリットから放出されるという考察で、その経路から、ダブルダクトと呼ばれる。直線走行中は3系統すべてが機能するが、コーナリング中はノーズに、 気流の当たる角度が変わり、片側のウィングにのみ効果が生じると見られる。この方式はドライバーが操作する手動式ではなく、受動式であるためレギュレーションには抵触しない。その後登場した考察では、リアウィングのドラッグリダクションシステム、DRS に連動するシステムと考えられている。直線区間でドライバーが DRS を作動させると、リアウィングのフラップが変が、 その際、左右の翼端板内側に穴が露出する。この穴から取り入れた空気を2本の通気管を通してフロントまで導き F ダクトを作動させるという複雑な方法である。このシステムはマスコミや関係者の間では DRS の作動で前後ウィングを同時に失速させることから WDRS と呼ばれた。DRS は決勝レースではオーバーテーク時しか使用できないが、 予選では自由に使用できるため予選タイムの向上が期待できる。この方式は DRS の操作に関連するためドライバーの動作を利用して車両の空力学的特性を変更してはならないとする禁止事項をテクニカルレギュレーション第3条15項に抵触するか微妙な文がある。FIA 技術責任者のチャーリー・ホワイティングは完全にパッシブ 受動的なシステムであるとして合法と判断したが、レッドブルやロータスは違法との見解を示した。ロータスは第3戦中国グランプリ前に FIA に正式に抗議の申し立てを行ったものの FIA 側は改めて合法であるとの立場でこの申し立てを却下した。このシステムはマシンの前後をつなぐ配管など構造が複雑であるため、 シーズン中に追随するチームは現れなかった。また、あえて導入するほどの効果はないとの意見もあった。FIA はシーズンから DRS 連動型の装置を禁止すると発表した。第12戦ベルギー GP より先にロータスが開発していたディアウィング用 w DRS のテストも開始した。当初はトリプル DRS とも呼ばれた。このシステムは厳密には DRS の動作には関連しておらず、エアボックス両脇から取り入れた空気で、リアウィングを失速させる、受動式 F ダクトのようなものである。ロータスは空気をメインプレート内部へ注入しているが、メルセデスの場合はメインプレート裏側の中央付近へ吹き付ける形としている。ロータスと同じく金曜フリー走行で評価テストを続けたが、シーズン中の実践投入には至らなかった。 第3戦中国 GP の予選ではフロントローを独占しニコ・ロズベルグが自身初のポール・トゥ・ウィンを達成。メルセデス・ワークスとしてはの最終戦以来となる一勝を得た。ミハエル・シューマッハは第6戦モナコ GP で幻のポールポジション第8戦ヨーロッパ GP では現役復帰後初の表彰台を獲得した。しかし後半戦は失速してプライベーターチームにも 法人を排するようになり、終盤6戦は1回しか入賞できなかった。F1W03 は、予選一発の速さに比べると、レースペースの悪さやタイヤのデグラデーションが問題となり、レース中に順位を落とすケースが目立った。また、シューマッハの場合は、マシントラブルやピット作業のミスが多発した。チーム首脳のロス・ブラウンは、WDRS によって、 フロントウィングの形状が制限され、高猾なテクノロジーの開発に遅れをとったと語った。また、ノルベルト・ハウグは、コアンダエキゾーストの投入が遅れたことや、風洞施設の拡張に伴う作業中断が影響したと説明した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。